思いのほか動画長くなったので、これが3部目ですね。3作、3部目え、まあいいや。お腹がね、皆さんだいぶいっぱいになってきて、今からまったりタイムというような感じですかね。ちょこちょこつまみながら全部片付けて、焚き火タイムですね。楽しみですね。はい、本絞りのね、また新しい味ですかね、期間限定の商品ですね。飲んだことないんで楽しみですね。いただきます。まだ2本目ですよ、酒。あ、これうまい。香りもすごい。あ、すっきりしてる。あ、これね、好きな人は好きだわ。おすすめ。もう売ってないかな、これ。去年買った充電式カイロなんですけど、もう使わないかなって思ってたんですよね。ただやっぱり冬のキャンプにはね、これいいと思いました。本当に手がかじかんでるんですけど、あったかい。はい、ごちそうさまでした。うまかった。あとはこのスープを飲みながら、暖を取りながら、つまみ、お菓子買ったかな、お菓子ありますね、お菓子あるんで、それを食いながら焚き火タイムしたいですね、そろそろね。あー、寒い。いやー、もういても立ってもいられないというか、じっとしてられなかったんですよね。もう急いで焚き火に暖を取りに来ました。これテント泊だったら逃げ場がなかったから考えられなかった。いやーね、小屋に戻ればエアコンついてるんで温まること可能なんですけど、あえてね、やっぱりせっかくなんで外で楽しみたいなというところもありまして、外に来てますけども、いやー、冬キャンは舐めちゃいかんすね。雰囲気は最高だけど、お酒飲むとトイレは近くなるし、本当にトイレはね大事ですよね、これね。あー、じゃあちょっと温まりながらお酒飲みたいと思います。やっぱりキャンププロの皆さんも寒い寒い言ってますね。これ美味しいです。これしっとり柔らかプチプチ濃厚な味わいのね、明太からし明太子入りサキイカ、おすすめです。あんまり売ってるとこ見ないですけど、あったらぜひ購入してみてください。本当美味しい。プチ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 グチュプチプチプチっていう感じですね。結局もうね、寒すぎて焚き火を楽しむ余裕もないですね。ただ小屋がありますんで、こういう時はいいですね。小屋の中で温まりながら飲み直しして、寝たいと思います。よかった、ほんと小屋にしといて今日は。ではおやすみなさーい。朝8時半ぐらいかな。晴天でございます。見てください、この富士山。ここまではっきり富士山が見えたのは初めてかもしれない。まあ3回しか来てないですけど、綺麗。片付けしていたら、なんか餅とか焼くのめんどくさくなったんで、
今日の朝食はチップスターとなっちゃんにします。ほったらかし温泉の場合はまた温泉の方に行けば温泉玉小揚げとそば食えますんでね、まあそんなに焦らずゆっくりこの景色を楽しんでここを出ます。はい、片付け終了。やはり楽だわ、テントがないと。ではほったらかし温泉の方へ昼食を食べに向かいます。はい、着きました。今日は天気がいいですからね、気持ちよさそう。はい、昨日と同じメニューでございます。この2つのねセットが安いんです。1個これ580円で150円なんで、ぜひおすすめのパターンですね。で、目の前には富士山、景色最高。これはまた贅沢やで、これほんまに頼むで。いただきます。はい、ほったらかし温泉出ました。いやー、今回は最高でした。2日目も天気良かったし、富士山も見れたし、体調も良かったし、ほんと最高でしたよ。またここはね、3ヶ月に1回か半年に1回行きたいですね。というわけでですね、今回のほったらかし温泉キャンプ場はこちらで終了とさせていただきます。次回はどこ行くんだろうな。まあ暖かくなってからキャンプはまた行こうかなと思いました。よかったですね、チャンネル登録、高評価、概要欄の方からよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。